日本埼玉県埼玉市北区奈良町奈良町は埼玉県埼玉市北区の町名。現行行政地名は奈良町のみ。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施地区。郵便番号は331-0822。本校では奈良町の前身である大技奈良瀬戸屋奈良瀬戸村についても述べる。埼玉市北辺に位置する。 別所町、宮原町、日清町、上尾人崎、中洗、大田日本号と隣接する。町域の中心は、大宮台地で南側を除く周辺は、鴨川や逆さ川に囲まれ、それらによって解析された定地がある。大田道館が、山間分の値打ちのある湧き水と称した、山間、清水が、大宮台地の声援にある。 全体的に市街化区域に指定されているが、地区南西端の鴨川周辺に市街化調整区域がわずかに存在する。地内の土地利用は主に住宅地だが、生産力地地区としての農地も地内に点在する。地内に縄文時代の遺跡である奈良遺跡がある。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば、 奈良町25番3の地点で13万8千円、平方メートルとなっている。元は、江戸期より存在した足立郡大野領に属するなら、瀬戸村で、古くは、吉野領に損益が属していたと言われている。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では300国余り、元禄合町及び、天保合町では345国余りであった。 スケゴは、中仙道上尾塾に出役していた。火星期の世帯数は50件で、村の規模は、東西7町余り、南北15町余りであった。地名の奈良は、関係者地、瀬戸は谷間を意味する。2017年9月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。町内に、 鉄道は敷設されていない。最寄り駅は JR 東日本高崎線宮原駅で奈良町25番3の地点よりおよそ900メートルの場所にある。ありがとうございます。